前に怪談実話を間違えてあげてしまったことがあり、間違った解釈の怪談実話をアップしてしまったので、今後も気をつけたいと思っています。そこでその場合に本気で伝えたい幽霊さんは、優しく近づいてきて頭から足の先まではっきりと見えていて、温かく見守るように傷つかないように喋ってきてくれるので、この場合は来てくれた人から自分自身への優しさと感動が混じったりもします。この感覚を日常茶飯事味わえている強い霊能者さんはすごすぎです。これから話すお話は霊視の凄さ、強い霊能者さんの凄さを実感させられた3名のお話です。 YouTube 動画アップに関しては少し躊躇していますが、本当にすごいので、強い霊力のある方からの霊視的実体験をこれからお話ししていきます。まずは最初に、私が大好きな生きている男性の霊さんのお話です。ある日突然にふわっと来て私へ声をかけてこられた時がありました。それは私が食器を洗っていると斜め後ろから、その人は背の高い男性なのですが、丸々さん帰ってこられましたよと私へ声かけしてきたのです。その後本当に1分も経たないうちに帰ってきていました。次に同じ方が私の寝起きの掛け布団の上を、白の多めなマーブル柄の大人の猫と一緒に一人と一匹の足跡までつけて歩いて行かれていました。その後あの方は私の顎を大きな片手で持ち上げる動作をした後に、人差し指を私の口へそーっと入れてきたので、思わず噛んでしまいましたが、歯ごたえが軽く少しあったので、痛、離してと言われた感覚がありすぐに離しましたが、痛かったかもです。続いてあの方は、私が歯医者へ車で出かける途中まで乗車していて、私が新築中の家を見て、あそこの家は5点を建てるのかなと独り言を言っていると、気になられたのか徐行運転中途中で、私の運転している乗車扉側から降りられたこともありました。続いてこれはとっても嬉しかったことですが、 YouTube を久しぶりでアップした時にやっと声が聞けたと言ってくれた時です。しかし私が聞こえていることに気づいているせいか、言ってしまった後に宙へ浮かんだ状態の正座姿で両手を口当てて喋っちゃったという態度を取られていました。お茶目で可愛かったです。次のお話は、お着物の似合う美しい女性の強い霊能者さんの YouTube でのライブ終わりに合唱をされて、全ての方へ拝んでくださりながら終了するライブなのですが、終わった直後に私の右耳から少しだけ低音の聞こえの悪い左耳へ、ピッピーッと一定的に一定時間音が鳴り続けて、私の耳の音の通りを良くしてくれていました。両耳で聞こえる感覚が蘇ってる感じになりました。次のお話は、元気で明るく綺麗な女性で、こちらも強い霊能者さんのお話です。 YouTube でのライブ配信中時のことです。私がいっぱいチャット記入してみると、私の自宅まで来てくれていたりしています。頭から足先までうっすら見えていたりしています。そしてライブ以外の日でしたが、霊視されていたのか、雨の日の時には私が風邪気味だったこともあり、風邪ひくから家の中へ入りなさいと忠告してくれた日もありました。私は少しの霊感ですが、すごい方々は本当にすごいです。長くなりましたがありがとうございます。感謝しています。